今回のライブはその藤田光さんの
引退枠も含めてやってるんで、コウさんのかっこいいギターをね、みんなに、ね、ちょっと見せられるように。ちょっとだけ MC かな。引退枠っていうことですね。そうですね、この作は多分僕的になんか多分先輩とかに結構助けられた人で、なんかいろんな先輩、あ、どうも。あのいろんな先輩が結構僕のこと助けてくれて、例えば何ですか。いや違います。あ、だからそう、なんか前の代表の涼星くんとかも何ですかね、僕のことを、僕がなんか超緊張してる時になんか励ましてくれたり、お前は一番うまいみたいな、結構ポジティブな男で熱い男で、涼星くん、あ、電車悲しいね。そうですね、あとは、まあ、パッと思いつく限りだと、なんですかね、響くんとか今いないんですけど、イギリスに行ってたの、恵子さんとかは、なんですかね、なんかすごいおしゃれな人で、個性的で、あ、なんかあんな自由でいいんだと思って、なんか自分もなんか結構伸び伸びできたっていうか、そのおかげで、そう、あと、なんですかね、カンタくんとかは、なんかギターとか結構、なんかちょっとしたこともこここうだよみたいな教えてくれたり、あとなんか一緒にご飯食べ行ったり、結構なんか先輩になんか甘えて結構過ごしてきたんで、なんか自分はここ引退なんですけど、なんかその4年生とかはもうすぐ就職だったりなんかしていなくなっちゃうんで、結構そっちも寂しくて、なんかもうちょっと、4年生とまだバンドしたいなっていう感じです。組んでください。もうね、そうですね、メガシンは、あと2曲やります。なんでみんな盛り上がってください。あと一歩前に皆さん来てください。あと、あ、ありがとうございます。まあ、そんな感じで MC の方、まあ、終わっていこうかなと思います。これからあと1バンド、このあと自分もう1回出るんで、それも楽しみにしててください。メガシンのすけでした。ありがとうございます。Thank you.
ありがとうございました。